ジェッツチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。フライトクルーチアリーダーズ、スタージェッツです。先週末行われた新潟戦も2連勝で終え、現在千葉ジェッツ5連勝と絶好調です。本日はレバンガ北海道を迎え、6連勝をかけた大事な一戦となります。今日は千葉商科大学の千葉ジェッツプロジェクトの皆さんが来てくれています。年末の冠試合に向けてブースト強化プロジェクトを立ち上げたんですよね。はい、私たちはブースト強化プロジェクトを行っています。皆さんで応援を一緒に盛り上げましょう。それではダイジェストをご覧ください。どうぞ。ジェッツチャンネルは鎌ヶ谷工業の提供でお送りします。第1クォーター、序盤はどちらも引かない点の取り合いに。流れが動いたのは残り2分55秒から。パーカーがファウルを受けながらのジャンプショット。富樫からパーカーにアシストパス、そして富樫のスリーポイント。第2クォーター、勢いに乗ったジェッツ、まず田口のスリーポイントから始まります。続けて田口のジャンプショット。外は田口だけではありません。落ち着いたダンカンのスリーポイントシュートが決まります。ディフェンスでも見せます。新加入の藤永がスティール。そのボールを石井がアリウープパス。秋がゴールに沈めます。さらに藤永、オフェンスファールを獲得してジェッツの勢いを加速させます。藤永からのパスにショットクロック残り1秒でダンカンのスリーポイントが決まります。そしてパーカーのジャンプショットが決まり、21点差でリードして後半へ。第3クォーター、北海道が踏ん張りを見せます。3本のシュートを連続で決めます。しかし千葉、外が好調です。石井のスリーポイント、さらに田口のスリーポイント、富樫のスティールからエドワーズがゴールを沈めます。さらに石井もスティール、エドワーズがねじ込みます。そしてダンカンがスリーポイント。第3クォーター、ついに原が今シーズン初登場。会場が沸きます。富樫がラスト4秒でシュートを決め、87対61で26点のリード。第4クォーター、千葉の猛攻が止まりません。藤永の鋭いパスからダンカンのシュート、さらにダンカン自ら切り込み得点。パーカーがバスケットカウントの3点プレーを決めます。北海道も黙ってはいません。野口のスリーポイント、さらにドブラスのジャンプショットが決まります。しかし千葉が突き放します。秋からのパスにパーカーがシュート、藤永のクイックパスからダンカンがジャンプショット、そして秋がしっかり決めて110対78で100点超えの素晴らしい勝利を収めました。まあ、ディフェンスがしっかりできたので、あとチームのアシスト数がすごく多かったのでいいゲームだったと思います。はい、すごく嬉しかったです。素直に、まあ、こういうのを毎回できるようにやっていきたいんですけど、まあ、それを準備していきたいです。アラちゃん、こうやってやるけどいいけどさ、アキさんまだ早いし絶対イートンとかさ、リュウモさんだったらなんか、まあ、いつも2人で練習してるので個人的に嬉しかったです。はい、まあでもああいう場面で出てくるっていうのは本当体も冷えてるし難しいので、まあ、何点とはつけれないんですけど、まあ、ディフェンスをアグレッシブにやっていたので良かったと思います。はい、まあ、今日はあるかもしれないぞって言われてたんで、まあ、準備はしてたんで、まあ、緊張は別にしなかったんですけど、本当久々だったんで、そうですね、本当にびっくりしましたし、すごい力になったんで、まあ、これからどんどんパフォーマンスも上げてどんどん貢献していって、自分が活躍してまたその声援もらえるようにしていきたいと思ってます。まあ、今年も変わらず東地区はすごい激戦区で、本当にどのチームも強いですし、他の地区のチームもすごいレベルも上がってきていて、どの試合も油断できないので、次のホームゲームまでに全勝してまた千葉に帰ってきたいと思うので、ホームゲームでは応援よろしくお願いします。いつも応援ありがとうございます。皆様の応援が本当に力になるので、これからも応援よろしくお願いします。
連勝をもっと伸ばせるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ちなみに2人はどっちが先輩なんですか？僕が1個上です。1個です。どうすか、こういう後輩。大学の時からまあ一緒だったので、ね、代表とかで。これからそんなね、先輩後輩ないし。はい。え仲良くはな、良くなくはないです。良くなくなくはない。いつも結構一緒に練習してるんで。そうですね。レバンガ北海道戦、110対78で見事6連勝です。今シーズン初の100点ゲームとなりました。原選手も復帰おめでとうございます。千葉ジェッツ船橋、次回のホームゲームは11月3日土曜日、4日日曜日、サンロッカーズ渋谷を迎えての対戦となります。今日にも増しての熱いご声援もお願いします。たくさんのご登場お待ちしています。ワン、ツー、スリー、ゴー、ジェッツ。ジェッツチャンネルは鎌ヶ谷工業の提供でお送りしました。